申し訳ございません。実は皆さんに私隠していることがございました。実は私は超能力を持っています。で、その超能力というのが右手の親指を切り離すことができるんです。本当は今まで皆さんにはこれ特定されるんで見せないでおこうと思ったんですけど、今回はもう自分がいっぱいいっぱいになったんでやりたいと思います。あ、ごめんなさい、左手の親指が切り離せるっていうことです。はい、どうも、始めていきたいと思います。今回はバイオハザード7の続きですけれども、今回はですね、ちょっとミニゲームって言って聞いていますんで、話ね、ちょっとまあ見てみますか。イーサンマストダイってやっちゃったと思うんですよね、ここね、2個目で。多分ね、もしかして短かったら下のジャックフィフティフィフスバースデイ、これもやろうと思いますが、一旦まずイーサンマストダイからやっていこうと思います。ちょっと先にヘッドホンをつけましょう。さあ、では行きましょう。イーサンマストダイ、はい。お、エクストラゲーム、イーサンマストダイって書いてますね。レディトゥダイでいいんかな。まあプレイしてみましょうか、早速ね。はい、おお、はい、獅子類類、ここは侵入者を殺すことだけを目的に作られた地獄の館。セーブ不可、ランダムに出現するアイテム、無数の罠と極悪な怪物たち。おそらくイーサンはすぐに命を落とすことだろう。だが慌てることはない、死んだらまた最初からやり直せばいいのだから、何度でも何度でも。へえ、ページの切り替えって書いてる。自信がなければ引き返せ。難しすぎる、理不尽だ。そう感じたとしても走ることはない。この館は涙相手の人間には攻略不可能。自分を選ばれし強者でないと思うなら今すぐ諦めて館を去るのが賢い選択だ。だがもし幾多の屍をこねて館を攻略できたなら、その先には最高の栄誉が待っている。グリーンハウスでマーガレットを倒せ。え、ちょっと待って、アイテムナイフだけってこと？はー、あー、グリーンハウスってあっちな。これトレーラーあるとこじゃない？あ、違うわ、ここか。こっからマーガレットさんの館からトレーラーの方へ向かえって言ってんの。まあ覚えてる人ならね、このマップ覚えてると思いますけど、それはもうちょっとね、自信がないものはもう、あ、だからもういいよ、もう自信ない人はもう帰り。全然自信しかないから、無駄に今までだから自信だけでやってきたような人やから。俺はいいよ、全然もう何かかってきてもいいよ。おい、ほら、あってこいよ。わかった、早進めて。進まへんから手を離してしまうと。グリーンハウスってどこなん？ちょっとあんまそこらへん分かって、ちょっとマップ見てみる？はい、マップ。あ、マップ見れへん？マップ見れへんわ。ちょっとね、じゃあもういいわ、そのまま入ってみるね、館に。これランダムなアイテムってことは、そこらへんのアイテム拾った方がいいってことやんな。本館のリビングでグリーンハウスの鍵を手に入れろ。この中にもうなんかいる音してる。ほら、ドスドス音が聞こえる。おー、本館でグリーンハウスの鍵を手に、あ、開いた。あ、あ、ここか。あ、おった。なるほどね。え、ちょっと待って、アイテムじゃあ探した方がいいんじゃない。本館への入り方って言ってさ、向こうのグリーンハウスってあれかな、ルーカスのいたところかな、もしかしたらとか思ってんねんけど、ここら辺にアイテムあったりとかないんか。なるほどね。え、じゃあ何、もう武器とかはそんな考えずに、俺はクリアってことをか、クリアってあんの、まず。まあまあいいか、いきますよ。おお、苦しそう。でもあいつなんとか耐えて、あー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 、武器ないねん、武器ないねんって。いや、やめろ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 、うっとうし、もう、あ、もう、え、これどうしたらいいの。俺あの状況やどうしても厳しいよね。やっぱだからアイテムどっかにあるんじゃないかな。武器がないとさすがにちょっと、まあとにかくグリーンハウスの鍵っていうのを手に入れますか。おいおいの予想ではあのショットガンのとこにあると思うのよね。まずそこ行ってみましょうか。いきますよ、ゴー。あ、いった、ここ上から降ってきたやろさっき。それはまあよしとして、あかん、ここ開かへんな、あかん、ここ開かへんわ。ちょっと待って、あかん、あー、これ何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 、かゆくよかった、かゆくよかった、かゆくよかりました、危なー、あー、え、何何
なんなんちょっと変わってますやん、なんかほんで BGM あこれなんかあの日本のある歌をモチーフにしてるらしいね、あの最初先の歌あれ結んで開いてらしいで、あれ あったアイテムあるやん、えお、バーナー来た、え、バーナーっていやいや弾とかないと、あでも150はあるね、ちょっと待てよ、アイテムがあるとこもランダムってことこれっていうことになるのかな、箱の中はランダムって書いてありました、またね何回もね、よっしゃ、じゃあ館入っていきましょうか、あまたアイテム違うとこにある、あここにあるね、あれ行きますよ、スタート、あの奥にないあれアイテム、あっ来た、もうこいつが一番厄介やねもう、よいしょ、はい取って取って、サビライダーサビライダー、あもうあかん、もうめっちゃ来た、あか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 、もう行き止まりですやんここめっちゃむずない、えめっちゃむずいで、これ俺クリアができる気がしないんだけど、レッツゴー、よっしゃ、ね、分かってこいよお前も、あもうでも分かってこいよ、そんなに負けてると思っているのですか、ですよそんなこと、負けているとですか、ほら中取った、ほら見たお前、ほら中取った、もう赤早いねお前の攻撃、違う、もうえってなんで、ほんで結んで開くね、結んで開くってなんや、みんな歌詞覚えてるかどうか分からんけど、結んで開いて何やったっけ次、手を振ってやっけ、結んでやろ、まあまあいいやん、また開いて手を振ってその手を胸になんでそこだけちょっと誇りをちょっと誇りを抱いたよね、あのだから昔の歌の歌詞ってちょっとよく分からへんやつ多かったりするなと思うもんね、バイバイ、じゃあでも何したいか分からへんねんね、これ行くのはええねんけど、もうええって、もうこの右の方に行ってみよう一回、じゃあ今まで左ばっか行ったから、あこか、あこか、あっちの道行けっつってんのかな、かもしれへん、みんな、あほうに薬液を転がってる、オッケー、やっぱあれだ、回避して、まあワイワイ、ちょっと待って、これ何、これ何、イーサン・ウィンターズ、ここに何やねんそれ、あ俺が一回死んだところのやつか、あれオッケー、ショットガン来た、ちょっと待って、ショットガンを装備して、あら、オッケー、なんで奥、なんで奥だっけ、ここここここ、みんなここ、これ何、これ何、取れへん、ここここここ来た、おっしゃ、一個まず進んだ、よし、じゃあもうショットガンにしとく、あかん、もう撃ってもうた、しかもやられてへんじゃん、うわ、きつめっちゃきついんすけど、マジマスト大化現象、あ、あった、相手もあった、オッケー、ガンパ、ガンパ押すよねーや、うざさに関しては俺多分一番でいいこの声出せるで、俺ここどこなの、これセーブがないんやけ、確かアイテムが欲しいね今ワイワイは、でね回復薬もまあ欲しいけど、どっちかって言ったら武器が欲しいよねやっぱね、でもここで俺ハンドガンの弾とか引いたら、あここは敵出てこうへんやろさすがに、これあの鹿ゾーンですね、嘘やん、ちょっと待って、ハーブとかない、ハーブとかない、やばいやばいやばい、あこに、あこにある、あこにある、あかん、なんかここに引っかかれちゃった、みんな見た今、あっぶな、あいつあこに引っかけたいな、なんとかして、どうやって引っかけよう、よし一か八かかける、お前こっちここかかってこい、おっしゃ、ああ、笑ってもってますじゃん、もうええー、ってええー、って、もう進んで開かんで、わいわい、頭に何回キャンディーズの山ちゃんついてるね違う違う、これちょっと待って、みんななんかレアリティ高そうなやつあった、なにこれ、何やねんそれ、もう意味わからんって、ふざけんなよ、あの皆さんに評価されてるコメントの一つとしてね、あのワイワイはなんでこんなに愉快で、人やのに彼女いいひんねやろっていうコメントがありましたね、なんでなんそれは、あれこれ何、こんなとこ行けんの、あれ、あここに行けって言ってんの、リビングで鍵を見つけてこっちにおいでって言って言ってるのね、はい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 、じゃあ鍵はないってことやな、今ここ開いてないってこと言ってんのよね、まあ、でもねワイワイはぶっちゃけて話しますと、あそういうことやな、やっぱりな、あのそんな私生活でこんな喋らへんでそんなとか言っちゃってって書いて俺が言ったらそれ怒れてるやろマジで、
だから私生活ではそんなことないよ。もう普通に本当に、まあ店とかもし仮にワイワイが店とかだってもいらっしゃいませって言って、もうほんまにあんま喋らへん感じですから、だからね、そんなあの気さくな人だと思ったよと思う。だからワイワイのことを知ってる人がこの動画を見てもびっくりすると思う。ちょっと今コメントを見たんですけど、ワイワイって犬みたいな笑い方するよねって書いてて、いや俺犬飼ったことないか分かんないけど、多分そんな感じ、感じだよな。いやそれはあれやで、もうあれやで、ほんまにそれはあれ、ほんまに。ねえ。あ、やっぱりな、これなんか潰せるみたい。あれ潰したらアイテム出てきたりした。だから無駄じゃないんや、あのマリア像みたいなやつ。これからね、自分が死んだところに先に向かってアイテムを取っていこうと思いますね。おいしょ、オッケー、なんとかいった、オッケー、危なっ、よし、で回復しといて、オッケー、こっちからクリアな、確かな、こいつを、はい、よし、オッケーオッケーオッケー、いいいいいい、こっち行ってみたいね、こっち行ってみたいね、一回ここセーブポイントやったから、前もしかしたらいいのがあるかもしれん。開かへんのかよ、やっぱ、オッケー、何これ、なんか蜂の巣みたいできてんだけど、これ嘘やん、いや、ちょっと待って待って、行かして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 、よし、で、ここ取って、何これ、何か分からへんけど、今の、よっしゃ、ちょっと待って、一回ここ、こっち行くよ、一回、あの前の部屋までちょっと隠れよ、よっしゃ、ショットガン弾で入れた、オッケーです、ショットガン弾で入れました、オッケー、ここまで隠れ、オッケー、セーフ、まあ、賢いなと思ったら、ああ、もうええマジ、ふざけんな。で、ここで出てくるやろ、敵一人、ここにほらなんか貼ったんねや、これがもったいないなと思って、こいつな使えへんかなと思ったけど、よいしょ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 、あぶな、よいしょよいしょ、なんでやねんって。いやもうでも前回はね、ワイワイがもう話すのに集中しすぎて全然話聞いてないよねってコメント多かったんですけど、みんなでもどう思いましたか。私はね、まあ、言うてしまうと、まあ、動画を作るために何回か見なあかんのですよね、このゲームを再度ね。危ない、あーもうめんどくさいこいつ、ほんまお前絶対覚えとけよ、いい武器とか手に入ったらお前も一目散にお前倒しに来るから。でもここにもアイテムないし、見にくいのよな、何しかな。俺なんとかアコにはめる方法が欲しいねんけどな、あのこれね、今ここから出てきて、こいつをなんとかできひんかな、こいつ、これをしゃがんで例えばいけへんの、これしゃがんでこうやって行ってとか、あ、これいいんじゃん、オッケー、よっしゃ、今仕留めろ仕留めろ仕留めろ、おっしゃ仕留まった、オッケー、アイテムある、あった、オッケーオッケー、これ取っといて、バーナーかー、バーナーかー、ひるむやつがよかったな、せめて、まあいいか、なアイテム1個あるってことね、ここね。まあでもストーリー的に言うとね、こことかない、隠されたやつないないか。まあゾイに関してはほんまにかわいそうやなって思うのはあるよね。まあっていうか、ベイカー系の人は基本的にいい人やった、あ、ナイス回復薬、今日いい人やったんだよなっていうのがもしかしたら意外やったかもしれへんね、みんなからすると、みんなからするとっていうか、まあワイワイからしたらそうやった。え、これどこ行くの、 こっち行けへんの、あれこっち行けたよな、お前これ行けへんなってってこと、あれ行き止まり、あーちょっと待って、行けへんかもしれへん、ほんまに。やったらいい武器手に入ったら絶対お前よって言うてたやつのとこに行かなあかんかもしれん、方向としては。でもそうか、さっきのやつ言うたらさ、弾使わんで倒せたからさ、逆にそうかもしれへんな、合ってるかもしれへんな。何かっていうと、こっちに行って絶対敵出てくるやん、こいつ出てくるよな、あれ出てこへん、あいつはなんとかハンドガンで仕留めたいねんけどな。で、あの下の虫がいるところ、あ、ここにバーナーを使いたいねん、あれあいつ出てこへんな、あ、出てきたっぽい音したな今、よし、ここにバーナーを使って、オッケー、ナイス、開けてしまう、来たな、一回閉める、オッケー、よし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 、静かにしてくれ、こっからどうしようかな、いやこっからきついぞ。まずあこになんか神経のやつあるよな、あれ踏んだらあかんやつやな、これ確かじゃなかったっけ、これ踏んだらあかんやつやねんけど、ワイワイが踏んでも作動すんのかどうかちょっとわからんけど、こっち行ってみようか、
開くわ。あ、アイテムや。危な。危な。オッケー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 。何とかなった何とかなった。ガスバーナーはそういう風に使えっていうことなのか。あ、オッケー、敵来たな。まあいいわ。まああいつちょっと一回神経のやつにはめてみよう。おっしゃ、バンバーで鳴った。オッケー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 。神経のやつやっぱいいな、使えるな。おっし、じゃあ敵が来たらこっちにおびき寄せればいいから、今はまあ大丈夫なはず。なんか強い敵が来るって書いてあったから、よっしゃ。ハーブか。完全ランダムらしいからね、アイテムがね。こっち行ってみますか。これはジャックとボス戦したところの方へ続く道ですね。もう音してんねんけど。うわぁ、アップな、アップな。お前、いや、あいつちょっと放置しとこうかな。今ちょっと皆さん今ミスしてしまいました。私入り口まで戻ってきて、ドアの向こうまで来たら消えるかと思ったら消えなくて、こいつが非常に厄介な状態ですが、一気に行きたいと思います。おっしゃ、なんとかいった。オッケー、ナイス。よし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 、ここね。オッケー、ナイスです。オッケー。ここからガスバーナー持っとくかな、一応。もう出てくんねよ、マジで。倒すのとかほんま無理やからな、こっち弾ないから全然。おっしゃ、一回開けてみますよ。俺リビングでって言われたよな。リビングに向かってんのよな、一応俺。これここにアイテムなかったり。あ、あった。あれ、オッケー。もうハーブか。ついてんのかついてないのか分からへんな、これ。この下とかももしかして何かあったりする。いや、アイテムは積極的に取っていきたいねんけどな。でも今ここまで来てんのが奇跡に近いからな、今。お、星四つやって、みんな。あー、なんでふざけんなってほんでこっからやで。はい、皆さん、ここまでサクッときましたよ。意外とね、覚えてしまえばダッシュで行けば大丈夫って感じ。うん、で、ここや、問題は。俺ここで今まんまとはめられたから、下に線があったんじゃない。やろうやろう。アホにあんねんな、アイテム。あれ、でもあのアイテムやっちゃう。オッケー、潰れた潰れた。まだある。あっ、あった、3つのやつ。お、これ何、ショットガンか。オッケーオッケーオッケー。ショットガンはでかいね。ほんでこれをまあ潰しといて、バーナーの燃料手に入れて、さらにこれアイテムめっちゃいいで。今めっちゃいい、来てるアイテム。これ見て、ほら、めっちゃ良くない。最悪ボスはショットガン使って、薬液来たら回復薬作れるからね、さらに。だから今回復薬、薬液来てないから2つしかないけど、2回回復できるってのはでかいね。こっから道やから、また開拓していかなあかん、今度は道をね。ここはいける。あ、ここいけるな。しかもこの開き戸やったら、壁はめいけるよね。壁はめ、壁はめってか、ドアはめ。お、これどうやろう。一回このまま行っていい、ごめんやけど、ちょっと一回頭使ってみるわ。多分敵が出てくると思うね、この先に。え、お、見えてますよね。お客さん見えて、危ない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 。ちょっと待って、ちょっと待って、あいつ大丈夫。こっちから来たりせえへんやな、さすがに。よし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 、これであいつが多分2回ぐらいで倒れてくれれば話早い。 OK。 でもまだいるはずやで、俺の予想が正しければ。こっちに行けばいるんじゃない。 OK 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 OK。 いや、バーンって上から降ってきたりするから、絶対ない、ない。よし、お、ハーブ来た。さらに回復できますか。ほー、こっからやな。これリビングに近づいてる気はせえへんねんけどな、悪いけど俺。ここに神経のやつあるね。これ敵一匹倒せるね。あ、ここにアイテムあるね。こっちから敵が出てくるわけでもないと。いや、出てくるやろ絶対。出てこんわけないやろ。ガンパウスね。あ、全ての敵を倒せ。やっば、ちょっと待って、お前一回引いて、お前一回引いて。よし、やっぱ
オッケーオッケー、ショートガン来た、ショートガン来た。このショートガン使う？じゃあちょっと待てよ、ちょっとどっか出てくる。お前はもう一発でなんとか、おっしゃ倒したやろ。問題はこいつやな。こいつをこっち側にはめたいから、逆側から行っておびき寄そう。おし来い、おし、おし、おし、オッケー、倒した倒した。来てるよ来てるよ。いやここで調子乗ったらあかん、わよ冷静になっていきたい。よし、うん、危ない、危なっ。あいつ一番厄介なやつやな。ちょっと待てよ、絶対敵出てくる気すんねんな。一回リローディングできひん？リロードする弾もないか。ここら辺なんか危ない気がするな。あいつ絶対動くな、あいつ絶対動くぞ。お前絶対動くやろ。動くなよお前。ちょっと待って、リロードさせて。火炎放射、おお、なん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 、え、何今は、何、よし塞いでしまった。こっちのもん、ここにいる敵、あ、ワークショップまで来ました。ワークショップ、これいるな。いやちょっと待って、ほんまどうしようかな。ショットガン持っといた方がいいよ俺これ。いや一発使おうか、一発のやつだけ。ボス戦ってやってもこれ多分使いにくいから、使うと決めて一回持っとくね。アイテムはなしな。これもゴールとかない？これあれやな、ん？これどこやっけ、どっから出てくんのこれ。ベッドの下じゃないよな。あ、おお、はぁ、ちょっと待ってよ、マジで言ってんの。はい、いらっしゃい。あいつこっち来るかな。いやさ、せこいな、せこいよな、マジでこれ。いいって、いや、一発目からそれはさ、ちょっとかわいそうやって思わへん。なんで2連続やん。2連続はないやん、さすがにさ。インベイダーズマスターもういいって、もう3連続やん、今3連続アコやん。あ、これやん、新しいアイテム、これやん。視力が大幅に向上し、有用なアイテムのありかが分かるようになるメガネ。これな、どうすんのこれ、え、こう、な、何すんの、え、え、これはいいの、もうこれ、あ、これもうなんか、あれ見えんのか。なるほどね、あの丸が見えるようになるってことか、アイテムの。たまにあの精神刺激薬かなんか使った時にあったよね。これ使っとくか。 OK、 これでまあマックス体力アップやけど、まああんま変わらへんと思うねんな。結局のところ2発受けて多分死ぬから一緒やと思うんですけど。ただまあちょっと武器が今全然ないんで今回は。あ、ここにもある。あ、これもアイテムやって分かりやすいね。なるほどなるほど。さあ皆さん、ここまで来たんですけど、これね、さっき死んだとこやねんけど、あ、ここにちょっとあるよね、ダッシュで行ったらどうかっていう。行ってみますよ、行け、よし、オッケー、超えたね。オッケー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 、やっぱダッシュで行ったらいけんねや。なんかもったいない気もするけどな。一応これ敵にも使えるからね。ここもダッシュで行こうか。じゃあオッケー、よっしゃ、行きました。これ、あの死体安置してるとこやんな。絶対お前動くやん、浮いてもてますやん、お前獅子。お前絶対動くもん、もうお前絶対動くもんなあ。ここやろ、まず取るやろ。いや俺これ取ったら絶対動く気がするな、ほんまに。え、ほんまアイテムだけ、よっしゃ逃げろ。あれ、アイテムだけよ、ここアイテム部屋や、ね、じゃあ。へえー、なるほどね。うわ、キョッタ、マジで言うてんの。ちょっと待って、早く踏んで、早く踏んで、おお、よっしゃ、おお、危なっ。あいつ一番厄介、あいつ倒せたもん、でかいかもしれん。いやでもあれどうやろ、リスクしょいすぎやな、あれ取んの。ここもまあ潰そうか。オッケー、お、来た、みんな
星四つのやつあった今回。潰しといて。オッケー。これ見てみるかじゃあ。宝石出てこへんかったもんな。あ、スタビライザーや。あ、今回基礎体力上がってるぞめっちゃ。開けます。持てへんし別に弾ないし。うせやん。まあまあこれ使いますよまずとりあえず。え、でも俺薬液持ってるからな、正直これ使いたくないねんけどな。まあボス戦で使えんのかなっていうことなんか、まあ一応置いとこうか。一応置いといて、まあこの先どうせ死ぬし、わいわい。ここ行って、あ、あれや、あれやな、俺あれにファーンってやられたんや。あれどうして回避したいの、あれダッシュかな。ダッシュで行ってみる違うと思うけどな。行ってみよう。めっちゃ良かったのにさ、あれなんなん、どうやって帰って。でまたこっからやで。これクリアすんのきついわ。もしかしたら投稿遅れちゃうかもしれへん、ここまで来たら。ほんまに、あ、間違えたね。みんなスタビライザーってリロードを上げるやつやね。あの体力伸ばすやつちゃうわな。だからあんま関係なかったやん、さっき死んだ時も。ちょっとごめんみんな、普通にやってんねんけど全然クリアできひんくてあのちょっと今ずっとこのまま収録できない状態におりますんで、別の日にまた収録したいと思います。多分ね、投稿がそのために遅れてしまってると思うんですが申し訳ございません。ちょっと一回区切りたいと思います。あ、すいません、空いてます、今まだ空いてます違う、はい、ただいま帰ってきたんですけど、まあこせてないんでまたやりたいと思います。行きましょう。今日はテンションが高いよ、イエーイ。ないないない、おいで、カモンベビー。よし、みんなここまで来たよ、やっと。ね、この上に上がっていって、あの罠があるとこやねんけど、あれどうやって回避すんのかな。結局のとこ出して戻るっていうのは無理そうなんやな。かといって撃つとかでもないやろ。なんか止め具とかある？ないよな、違うよな。あれどうやって回避する？しゃがんで行ったらいいんかな。しゃがんで行く？なんかあのくぼみがちょっと気になるよね。もう俺見すぎた。うわっ、なんでやねんって。え、何が引きが。皆さん分かりました、これ爆弾です。あのね、音、まずなんかチッ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 ってね、次元爆弾みたいな音が鳴ってんのと、あともう一個ワイワイが気づいたのは、テープの数が少ない。あのね、俺どうやってこれ確かめたらいいか分からへんけど、あれは確実に爆弾やね。これ爆弾やと思っといて。で、もうなんか腐るほどだったから爆弾で、もう一個多分ね、こっちに宝箱がいっぱいあるんで、それを見たらね多分分かると思うんですけど、ここまあとりあえず一回伏せいで、これな、こ1,2,3 ぐらいまでいってるやろ。これはテープということが分かった。これも1,2,3ぐらいまでいってるやん、だからテープということは分かった。しかも今回アイテムめちゃめちゃ多い、アイテムが多いっていうか武器が多いで、とにかく全部ちょっとしか弾がないんですけど、初めてマシンガンを手に入れましたね。これは非常にでかいと思ってます。で、もういらないものとかも出てくると思うんで、もうここら辺も捨てて先に、弾ももう使ったら銃も捨てたいと思います。ちょっともったいない気もするんですけど、これぐらいしていかないといけないね。あと投資グラスは、あ、グラスか。今まあ一応ワイワイは分かることができたから置いていきます。まあとりあえずあのね、罠のところがちょっと全然分からなくて、だから引っかかる直前にワイワイが後ろにダッシュすんのかなと思って今考えてるんですけど、しゃがんでも低かったから無理やったから、多分ねダッシュで逃げるってことやと思うよね、うん。はい、来ました、ここまで来ましたよ。こう行って危ないと思ったらクイックターンして戻るみたいな、もうそれぐらいしか、俺ごめん悪いけど思いつかへんねん。後ろにこうやって行くってこと、すでにそれ怖いないやでもクイックターンの間があるもんな、このクイックターンの間があるもんな。いや、いけんのかな、ダッシュで行かなあかん、ダッシュで行かなあかんと思うんだけど、すぐクイックターンして音が鳴ったら戻るよ。行きます。おっしゃ、いけ、いけー、よいしょ、やっと行った、行ったやな、やっとや。俺ここ
ほんまなんかやったかおっとか言って二週構えないぞ。こいつも進化持ってるからな。めっちゃやったほんまに。でまだまだやろどうせ。俺がねここまでで爆弾をまず何回死んだか、あの箱爆弾あれ一番人為的でいやらしいわと思うね俺。俺上がっていいの？上がったか最後ちゃうんこれ。あ、アイテムある。でもアイテムがあるってことはセーフエリアやな。うん、これ爆弾爆弾やで。爆弾全部爆弾。これも爆弾。あのね爆弾の範囲が非常に大きくてごめんなさい、ちょっと今賭けに出られないんですけど、何しか全部爆弾です。罠ないな。頼むぞ。あ、これはアイテムでもほら、え、ハンドガンこっちのハンドガンの方がいいんかな。ちょっとどうかな、難しいところやな。でも今あのハンドガン捨てるわけにもいかへんしな、これな。あのこっからちょっと、あ、こうどうかな。撃てへん。あ、撃てほら爆発したやろ。あ、なるほど、そのためにこの部屋が設けられてるってことっていうことか。なるほどね。いや俺もこう持ちたいけど、いやちょっともったいない気もすんのよな。うん、まあいいでしょ、もういい、いいでしょ、いいで。あ、でもこれショットガンいらんかな。いやショットガン俺万が一ショットガン弾手に、まあいいか、万が一のこと考えんでいいか。オッケー、今はまず目先にやる。オッケー、この弾を使っていこうな。やっぱ全部爆発しちゃうよね。うん、そうそう、だから爆弾を見守る、見守るっていうか見る技術はついたはず。で、あこにデブがおったやろ、騎士な。あれどうすんだよな。あれ、おらんなってる。じゃああっちまで突っ切る。お前大丈夫か。うわっ、開けられへん。うわっ、やっば。え、タレット？でも当たらへんよな俺。この距離やったら当たらへんけど、あいつ撃ってくれるな。あ、弾切れで待つ？え、タレットとかあんの？しかもジャックもやられてるやん。あれジャック生き返ったりとかはないよな。え、いつ終わんの？あかん、全然終わらへん。終わったな、ついに。よし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 。一回閉めといて、こっちはいけませんって感じやんな。うん、ほんであらアイテムやわ。とにかくな、ビビビビってなったら怖いな。うわ、ゾンビ来た、やばい。いやちょ、待って、入れさせろ、オッケー。やば、ビビビビになってる。なんかビビビビになってる。そっからビビビになってる。やばい。なんやねんこれ。あ、撃てんのかあれ。ちょっと待って、どうしたらいいの俺これ。タレットが、よし、うわ、あぶな。いや、タレットがきつすぎるやろ。あれ反応する？まだ。やばい。ここら辺なんか撃つね。あかが、当たりやん、撃つ、当たりますやんって。もうてあいつなんなん、これ潰れへんのかこれ。ちょっと待って、どうしたらいいの。こっち行ってみる。よし、これでこっち行って、まずあこのこれ潰そうか。でこっち行ってみる。え、なんか、お、あ、これで弾使ってくれるみたいな。なるほど、一回車線上でもうタンスのとこに隠れても判定としては残るわけな。めっちゃめんどくさいやん時間これ。俺回復薬、あ、切れた。持っててよかったな。いや、ここでちょっと気抜いてあかんぞ。こうへんな。なんかあの爆弾とかなんやんな。最悪、あれいきなりゾンビ出てくるとかないな。よし、
じゃあここであの車線に入って、もうええか、あいつもええわ。こっちない？あれはアイテム、これもアイテム。よしクリア。危ない。ショットガンか。あ、悩むなあ。サビライザーナイス。サビライザーとか消耗品はありがたいねんけど、いやここまで来てるからほんま死にたくないねんけど、絶対死ぬな。 100% で死ぬって分かってるもんな、もうな。変なとこでも死にたくないよな。最悪さ、やられて生き残らんともう死んだとしても、次のEさんがこいつのあのなんかマリア像を取ってくれるから。よし行きましょう。じゃあ一旦こっちかな。いやもうガタ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 、やめろ、怖いから。普通に来た。マジか、あんな近いんか。どうするかな。こっち側で巻くか、ありやな。よし来い。はい、おはようございます。2日目です。前回はですね、1日かけて、まあ出てかける前と出かけた後ということで、まあやったんですけど、爆弾が分かったんでかかったんだけど、今回はちょっとね、前よりはやっぱ進みたいし、クリアしたいよね。あー、今回こそはクリアしたい。よし、頑張りましょう。3本分かった。小学生か。いやせいや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 、あぶのセクパイ、セクパイ、セクパイ、はい。集中して、ほんまに。一生起こせへんから。ちょっと。そんなガンガン弾食らうと思ってなかったから。なん。じゃあもう早く来てくれだけ。一回賭けに出るけど、行って戻ってきてこのタレットに倒させる。わいわいはそのまま走ってあっちまで行きます。出てこっち来て、こう行ってこっち行ってこっち行く。おっしゃ。撃ってる？赤おるな。あ、おらへんわ。おった。オッケー。ナイス。よし。やっとここクリアしたんちゃう？俺。ちょっとアイテムがどれも取れてないんですよね。スタビライザーがここにもあるし、あっちには薬液で、さらに向こうにマグナムが落ちてるんですよ。ここにこれ。このマグナムも拾いたいんですけど、今いっぱいなんで、さっき一回行こうか。で、こっち行ってみる？これで知っとこ？敵がどこに出てくるか。オッケー、回復薬来ような。ここ開けられへんのな。ほんだら、何？あれか？風呂の方か？ちょっと待ってよ、ここら辺出てくるのやめろよ、マジで。初めてのゾーンやねんからな、ここ。よし。あれ爆発するやつやな。とにかくこれがアイテムなんで、ハーブか。まあうん、いいけど、ちょ、どっちにしてもスロット開けなあかんやね。開けてみますよ。あ、絶対出てくるな。なんで入れたん俺ここに。うわ、スタビライザーまだある。なんかあるってことやんな。え、違う？何もない？ここに鍵あったりとかそういうのはない？あ、違うんよ。あれ、この部屋じゃない？これアイテムボックスじゃん。アイテムボックスか。ほんならこっちじゃないわ。こっちか。いや、これなんかある？ん？うわぁ！危なっ！ちょっと待って。一回これで、なんとか爆破して。あ、後ろに誰か来てる！
倒した倒した倒した、よし、うわぁ、ちっこ、オッケー。え、で、こっち来たはいいけど、あ、降りろってこと？うわぁ、アイテムなくなったな。じゃあ、いよいよ、いやぁ、ちょっともったいない気するなぁ。さすがにね、スタビライザーにこう放置してるからね。おっしゃ、こんな感じにしました。全部のアイテム使ってます。ただ1個だけ薬液を保管しました。もうそれだけですね。マグナムは絶対最後にマーガレットさん倒すんやろ、確か。そうやな、だからそれに必要になってくると思うから取っときたいと思ってて、ちょっとねかさばるんやけど、まあ仕方ないでしょ。よし、ショットガン持ってきます。絶対死にたくないから。うわっ、マジふざけんなって、ほんまにいい加減にしたの分かるわけないやん。いいですよ、また EDM 聞いてやり直しますよ。早くしたいぞー。ふっふっ、てっ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 て、あらあらあ、あらあらあ、はぁ、あ、飽きた。あのね、めっちゃむずい、むずいっていうかだるい。あの一回クリアしたところまで行くのがほんまに誰だ。アイワナで言ったらインポッシブルモードでやってるようなもんかな。あのアイワナビーザガイとかそういったゲームでね例えるとなんですけど、あのね、しかもね、あの、まあ、集中力の問題もあるんですけど、この先に進んでいくまでの間のアイテムは全部ランダムなんよな。っていうことは、なんかかなり不運なこともあって普通にいけへんかったりするときもあるのよね。なんかそれがね、なんかやっててやっててずっとね、まあこれやってるんですけど、ちょっとうまいこといかないなと。でさ、一回気分ちょっと変えるために、この下のさ、ジャックズ 55th バースデーっていう、これちょっとやってもいい？もしかしたらと思ってるんですけど、めっちゃ短いんちゃうかなって、なんかそんなイメージしてるんですよ、ワイワイは。で、一応ミニゲームですって書いてるし、お気楽って書いてるから、ちょっと先にこれやってみようかなと思います。おっしゃ、じゃあ行きましょう。ジャックスフェフティフェフティパーティー。あ、すごいポップ、すごいポップですね、 BGM が。スタートザパーティー。あ、パーティーですか。これは負けないんちゃいます、パーティーに関してましても。あれ、多いじゃないですか。廃屋で、さらに実験場本館、廃屋2、実験場2、本館2。ほー、じゃあちょっと廃屋やらせてもらってもいいです。ジャックの誕生日を祝ってあげるミニゲームです。たくさん料理を運んで、より短時間でジャックを満腹にしましょう。はい、14分、14分、あ、14秒が一番あれってこと。まあ一回やってみますか。はい、廃屋。あら、美味しそう。何、珍しい、普通の飯やんこれ。え、違う、ジャックに食べさせよう。腹ペコジャックに料理を運んで食べさせよう。短時間で満腹にさせるほど、クリア評価アップ。はい、じゃあアップしていこう。はい、始めさせて。ジャックフィフティフィフスバースで遊び方。今日はジャック55回目の誕生日。一家はジャックのために料理を用意しましたが、おやおや、大食いジャックはどうにも物足りないご様子。かわいそうなジャックのために、ステージ内の料理を持ってきてあげましょう。ステージのあちこちに、とってもうるさい、静かにしてくれ。とっても美味しそうな料理が落ちています。料理を拾ったらジャックのところまで持って使うことで食べさせることができます。料理を食べるとジャックの満腹ゲージが上昇。たくさん食べて満腹ゲージになるのか、クリア。はい、ありがとうございます。じゃあ頑張っちゃうぞ。声がカレカレだぞ。何これ。あ、これ説明ね。はい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 。で、何しろって、ごめん全然聞いてなかった。あっちに行けばいいの。ジャックちょっと、じゃあ待っててね。じゃあ作りましょう、皆さん。レッツクッキン、クッキンガース、行くわよ、行くよ。じゃあアイテム持ってきてあげよう、ジャックに。あ、これいいじゃないの、スパイス、スパイス、あ、スパイス来た。これ隠し味に使えそうですね。スパイスだけかな。あら、すごいスパイスも飛んできちゃった。これは何かな、塩とコショウかな。塩とコショウがやってきたよ。違う実況者やってきたね。ちょっとのけてほしいな、ちょっとのけてほしい。オッケー、来たね。ナイス、うまいこと言ってますよ。ここは開かへんのかな。ここは開かないんですね。オッケー、じゃあ向こう側も行ってみましょう。さあ、何があるんでしょうか。スパイスだけではちょっと物足りない、そんな感じに。ジャックもね、
思ってしまうかもしれない。だからあーっとまた出てきたね。あれは何なんでしょうか。まあ開いた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 、あ、いっぱいありますね。なんかもういろいろもうすごい、ものすごくいろいろごちゃごちゃしてますけれども、大丈夫でしょうか。こっちはこっちにもなんかあるね。あ、飲み物かな。飲み物もいっぱいあった。ほらすごいね、お出迎えしてくれてるね、ありがとう。もう見えないよ、どけて。じゃあこの上も行ってみよう。この上はどうかな、何かあるじゃん。あった、おしゃれなゾンビーさんが現れたね。おしゃれゾンビーだ。こっちはこんなところに食べ物があっても腐っちゃうぞ。ここ負けてみよう。あら飲み物ばっかりだ。胃がしゃぶしゃぶになるぞ。胃がしゃぶしゃぶだ。これ以上持ったいね。よし、じゃあ仕方ない、ジャックのところに持っていこう。楽しみだね、ジャックが喜んでくれるといいな。55歳の誕生日、すごいね、ゾロ目だ。じゃあジャック、はい、あげるよ、ジャック。ジャック、はい、ジャック。これあげよう、これも。おー、ジャックすごい、もっとだよ、もっと持ってこい。非常に上向いちゃうじゃん、ジャック。ジャックにもこの飲み物もあげようね。もっとだよ、この飲み物もあげちゃうよ、ジャック。じゃあこれはどうしようかな。もっとだよ、もっと持ってこい。組み合わせたりできるのかな、これは。組み合わせるんじゃない、違うね、そのまま食べちゃった。ジャックこれ食えたもん、これは食えたもんじゃねえ。なんでなんで、何がダメだったのかな、ジャック。ちょっとよくわからないよ。とりあえずそのなんか顔の周りにいろいろつけてふざけるのやめようか。これは、え、玉とかあるんだ、それは知らなかった。早く言ってほしかったな。じゃあショットガン持っていっちゃおう。この分ショットガンを持っていっちゃう分、あんまり道具が持てなくなっちゃうんだ。でもそれでもいいと思う、ジャックの気持ちが伝わればみんながハッピー。ジャックスフィフティフィフスバースデーだ。このまま喋るのは億劫になってきたよ。この奥も行ってみよう。飲み物も取ってないけどね。あ、すごい、なんかハンドガンがすごい、ブルーブラスターとかいう新しい銃、やったー。まだまだ手に入れちゃったよ。あ、これもいいじゃない、これもいいじゃないかなとか思っちゃうよ。あ、すごい、あ、こうしてきちゃうね。あ、10秒セカンズ、10秒セカンズプレイス、いいね。そんな要素があったんだ、なんかすごいぞ。下からボコ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 湧いてきちゃった。そんなボコボコ沸かすのは鍋だけで十分なのにね。はい、いいぞ。はい、ありがとう。これも持たせて、持てないね、これ以上持てないんだ。ショットガン持ってきた意味が全くないぞ。よし、じゃあ行こう。もうこれ溶けてください、溶けてください。弾がなくなっちゃった。これジャックはいつになったらお腹いっぱいになるのかな。もうとうに期限は過ぎてると思うんだけど、ジャック。じゃあジャックに食べさせてみよう。まだまだ足りない、ね、だな、ジャック。これじゃあ最後のワインをジャックにあげよう。おー、マックでこれ以上は何も食えん。ジャック、黄色の縦ストライプはもうすごく古いよ。あ、止めた時間40秒、残り時間がなんとかいっぱいあった。すごいことになってる。スキルアイテムハードボディ、スキルアイテムビッグガン、すごいですね。ステージ実験場とスキルアイテムクリアボヤンス、何でしょうかそれは、何かわからないぞ。でもそれをゲットした B でしたね、結局 B だ、一番下だったね。はい、イーサンのやつやりまーす。何これ、新しいもの見つけました。何これ、なんなんウォーキングシューズって。歩くことないんやけど、こっち、ここ、何すんのこれ。歩きやすさを追求した極めて軽い靴、歩行速度の上昇のみを目的としており、走ってもその効果は得られない。意味ないやないか、全く意味ないやないか。もうおかしなってった、もう天使もおかしなってった。同じところの画面を見すぎなんだよ、この目はよ。よし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 、やっとここまで来ました皆さん。もうね、なんかよく分からへんけど、ここの罠なんかやられたやろ俺。もう忘れもしれへんぞって、これなんかあってん絶対。これ、これ何、どうしたらいいのこれ、どうやってこう避けたらいいの。なんかあったよな、ここ。爆発したもんな。あ、上か、あ、上か、え、何これ、どうやって回避すんの。え、これどうしたらいいの、この間行くのっていうこと。え、ほんまに、え、これ解除できひんねんけど。え、この間行くの、ちょっと待って、じゃあ一回行ってみる、間一回行ってみるよ。もう絶対死にたくないねんけど俺、どんだけ苦労してると思ってんの。
危なっ。おっしゃ。やっとここまで来た。やっと。ああよかった。ショットガン俺持ってたっけ。ショットガン持ってるな。いやーよかったわー。ちょっと待って、弾なんか使ってから来ようか。あれ怖いな。もう潰しといていい。ごめんやけど。あもうちょっと当たりたくないね。一発で死ぬからマジで。ここら辺も罠ないやんな。やるんちゃうか。ちょマジで頼むで。ほんまにこっちは混んでいいかもしれへんけど来てんねやからな。オッケー。これハーブね。オッケー、ハーブはまあいいわ。問題はや、これがリビングやから、みんなここに鍵があるってことなんや。ってことは敵もおるってことやん。ちょっとこっち見てみようかな。まずここにアイテムがあって、薬液ね。オッケー、弾補充はできるな。ここら辺に罠はないな。罠はなし。ここに骨罠があるね。精神的なやつ、精神的なやつっていう言い方は変だが、あここに骨なんか横にフィアフィアで出てるね。あああれを使ってってことかな。それともこれかな。これなんやな。え、ちょっととにかくあれ爆発やねやんか。あれが爆弾で、あれちょっと先潰しとくわ。え、潰します。もうええってどわお前。おじゃ潰しました。うん、なんとか潰しました。だから最悪ここ開けてバーってダッシュってこと可能。いきます、リビング。ショットガン行くか。タレットある向こうに。こっちはクリアやな。大丈夫大丈夫、ここは大丈夫やけど、問題はこっちにタレットがあって、こっち行こうか。よし、これで一旦回避。あこは爆弾です。ちょもう爆弾一回撃っとくね。ね、鍵がどっかにあるはず。これか、グリーンハウスの鍵来た。あーちょっとアイテムどれなくすか難しいとこやな。ハンドガンの弾が今めっちゃあるんですよ。これ悩みどころやな。ナイフ行く、ナイフ行こうか。しゃないな。オッケー、ナイフ行きましょう。ちょっと もったいない気もするけど、今はちょっと弾あるやつを捨てたくはないから、さすがに。よし、でそうなってくるとマシンガンじゃなくてこれをバーナーに変えてしまって、バーナーでアイテムをゲットしにかかるっていう方法の方がいいと思う。精神刺激薬はいらない。こっちはなんかドンってなった。はあ、ちょっと待って、ロックされた。やっば、あかん。よっしゃ、待って、まずこっち来て。あこれ何とか倒してもらおう、できるだけ。よいしょ、オッケー。よし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 よやっば、オッケー、何度もあった。よし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 よ、絶対何かあるな。あれや、まずあれちょっとまず遠目から潰して。うわ、あこにもなんかない。お、あった。これでもさ、こんな思いして俺宝物を取りに行く必要あるか。なんかそんな気がすんねんけど。何かっていうとね、ワイワイ今持てへんから、どの道宝物何も俺持てへんやんな。嘘や、危なっ。あっか、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 
マジふざけてるんやけど、あいつ超危なかった。あ、ショットガン弾や、ショットガン弾されるわ俺。いやいや、あれほんまにね、一発食らうだけでマジ死ぬから、あのステロイドとかも関係ないから。ほぼ一旦これで、うん、もう行きたいな。ちょっと今アイテムどうの言ってられへんな。これしゃがんでいっといて、もし敵出てきたらここでやっつけるっていうこと考えようか。いやほんまにやられたくない俺。うわ、しかも下這うやつやんお前。なんで下這うのお前。ま、な、上を、なんとか。あ、弾ない、弾ない。やっば。おし、倒しました。いやー、弾なくなったな。しかしガンパウとかで作らなあかんかな、弾。いや、弾作らなあかんな、これよな。やっぱとりあえずショットガンリロっといて今。いや、てか俺マーガレットさん倒せる気せえへんねんけど、こんな弾の数で絶対無理やろ。少なくとも普通の敵の一撃で俺やられてんねんで。それをマーガレットさんを敵にってことは、ショットガンとかかなりない。嘘やん、ほんま。あっ、待って、やっぱ今の危機一発やってんけど、マジで。オッケー、オッケーです。ちょっと行けるとこまで行ってみましょう。これもうここで罠とかマジで勘弁しな。よし、オッケー。じゃあバーナーでちょっと焼いて、オッケー。ショットガン、ハンドガンか。いや、なんで俺こんな弾今ないの、意味わからへん。ちょっとリロ、え、よし、これで手に入りましたね。ね、これ非常に難しいところですけれども、ハンドガンでは倒せない気がするんやな。まあいいか、いきますよ。お、もう早速罠あんねやけど。おやっぱ、うわあ、ちょっと待ってや、なんかえらい頭なってんけど俺。なんなんこれ。